最近君たちノリが悪いな。お金を見せるだけでは最近来なくなったね、君たちも。ついに150万ぐらい見せても来なくなったね。集まってこなくなったね、ついに君たちも。そうですか、仕方がないな。おろしたてほやほやだぞ。おろしたてほやほやだぞ。おろしたてほやほやだぞ。前は50万くらい閲覧して150人くらい閲覧あったのに、もう今100万見しても閲覧ないな、君らは。毎回毎回ねえ、君たちよ、君たちはこれが欲しいんだろ。これが10分ぐらい経つ。これまだ4分なの、マジか。この中で毎日毎日使えたいのにな。この金を毎日毎日好きなだけ使わしめたいのにな。世の中毎日もう何するやろ。毎日150万使っていってたら何するかな。デリヘルでも使えてへんしな。バッチさん盗んできたの。なんで盗んでくるんですか。ちゃんと ATM から下ろしてきましたよ。 ATM から下ろしたてほやほやだぞ。これ毎日自由に使えたらな。こんなん毎この金毎日自由に使えたら、もうフワッチなんかで配信するわけない。バッチさん3回に分けて。3回に分けてどういうこと？いや、僕の口座はちゃんと取引口座は200万円まで1回で下ろせるようになってますよ。うん。なんか最初20万円とかなんか50万円とかそんなしょぼい設定になってるから、銀行によって設定変えさせてるから、200万か300万まで多分僕はATM 一発で下ろせますよ。 IC チップのキャッシュカードで。そのためにわざわざネットバンキングまで申し込みさせられたんだけど、でそのネットバンキング結局申し込むの全然関係なくてまあでもバッチさんであれですよ、口座残高の確認はできるから、いつ入金があったかは分かるから、すごい便利になったけどね。あー、この金毎日毎日この金使えたらいいのにね。毎日毎日100万円使っていいよっていうのだったら、もう働くどころかふわっちどころか家から出えへんやろうな。もう銀行まで下ろしに行くのもめんどくさいから、何やったら銀行に持ってこさせやろね、金。マジでいいよな。なんかもう今月何ぼおろしたの？150、何ぼおろした？300、150、150、140、もうようわからん。タコポンさん金持ちやな。いやだから毎度売上金じゃないですからね。僕のお金じゃないですからね。僕のお金じゃないからね。
このお金を得るの、この150万円を得るのにね、160万円をかけてるからね、経費で落としたらうちは収益ゼロだからね、うん、だから税金かかりませんからね、僕には200、500、50、これ350やろ、で次がもう一回200で、タコポンさんマネーロンダリングで、この間が160やから、600、710で、その前が146だから、850、あ、もう1000万だわ、もう1000万下ろしてる俺、今月だけで1000万下ろしてる。バッチさん中古車屋の社長、あ、中古車屋もやってましたけど、中古車屋はもうやめました。中古車屋はやめました。もうね、海外輸出やってたんですけど、もう鉄くずみたいなね、30万でオークションで落として30万で仕入れた車が鉄くずで2万とか1万とか8000円とかで買い叩かれるんだけど、もうバカバカしくてやめたわ、もうそんな商売、うん、車屋なんか絶対やったらあかんよ、マジで。もう右から左に流すだけでね、まあ普通は高く売るんだろうけどオークションで2万円で落とすのにね、手数料やなんやか込みて10万ぐらいかかってね、で駐車場で置いとく分の駐車場でもかかるでしょ。その車が売れなくて結局ね、廃車買取に出したら8000円とか大損こいたわ、うん、軽トラ2台とね、フィットで大損こいたわ。もうね、もうバカバカしくて商売なんかもうやらない、商売しないですもん。ということでね、じゃあこのお金ね、もう払ってきます。もうちょっと人が集まらないから、もうこの金払ってきます。もう使っちゃうよ。匂いだけ、風だけ仰がして、あげてあげるから。ね。みんなもね、このお金パワーに、お金にね、お金パワーの力をもらってください。タコポンさん窓からばらまいて。なんでやねん。今から支払いに行きます、これ。これ153万、これ153万、ああ今月だけで1000万も払わされてるわ。もうね、働いてもなんだけど、1000万も払ってんだけど、俺しんどい、もう無理、もう仕事しない、働いても手元には全然お金残んないわ、言ってられないわ。ということでね、鈴木ゆきの嬢さん、会社の金やろ。そうですよ、会社の金ですよ、はい、もちろん当たり前じゃないですかタコポンさん嘘ばっか嘘ばっかじゃない、ほんまもうね、この150万を得るためにね、200万かかってんだから、うち赤字なんだから、赤字ね、赤字なんだから、お金儲かってないよ、全然儲かってないよ、うん、もう借金取りがお金取りに来るからね、もう間もなくお金取りに来るから、もう10分経つでしょ、あ、もうお金取りに来るわ。もうね、借金取りうるさいんだよ、もうね、ちょっとでもこっちに入金やったらすぐ借金取りがね、もうお金取りに来るから。ありがとうございました。ね、そんなこんなでね、皆さんにもね、ちょっとだけね、お裾分けね、風のお裾分けということでありがとうございました鈴木ゆきの嬢さん、マチキンか、マチキンやとかそんないいとこやったらいいですけどね、闇金が金取りに来るから怖いから、もう、ね、配信してたらお前何つけてんねんとか言うからね、もう間もなく出勤来るから、ね、これで終了しておきます。ありがとうございました。またね、また今月も1000万ぐらい払ってるから、まだ利息全然足りてないから、まあまたね、一生懸命頑張ってお仕事してお金かき集めてね、また見せるだけ見せて、ね、支払いします。ありがとうございました。だからね、皆さんね、僕の借金返済のためにね、少しでもね、僕のこの動画、これはフワッチやけどね、これはフワッチのアイテムか、もしくはね、YouTube をご覧の方は YouTube ね、動画を見た方はね、視聴料で、アルバート・オブ・インパクトさん、暇か暇じゃないわ、暇だったらこの150万円ね、153万円ね、支払いとかに行かないわ。もう今月1000万払ってんだけども、やってられないわ、もう。ということでね、皆様からの視聴料で成り立てますのでね、ぜひね、視聴料ね、振込先はね、概要欄
ね。であとは差し入れ等はね